みなさんこんにちは、カメマルコです。はい、みなさん今回はですね、サムネタイトルにもある通りなんですが、ある生き物のお引越しをしましたということで、ある生き物の環境をお引越しということで、この前ですね、1月にお迎えしたこちらの動画で紹介させていただいたうちのももまるくんです。でももまるくんは12月に生まれて、まだヒナだったんですね。それでまあやっぱりまだ生まれたての子っていうのは怪我もしやすくって、広いケージにはすぐ入れられない、まだね虫かごの方がいいよって当時1月当時は、ショップの方に教えていただき、でね、もうね時間がかなり経ったのでお引越しを実はしておりました。でそんなね、うちでお迎えしたばかりの新人ちゃんももまるくんのお引越し先がこちら。じゃーんと、はい、こちらでお引越ししました。こっちのケージがももまるくんのケージです。じゃじゃーん。まあね、見ての通りね、隣にモモンガケージがあるんですが、このモモンガケージと一緒で全く同じケージを使用しています。まあちょっと屋根の形が違うくらいか。で、もともとねここには、他のモモンガが入ってたんですが、今繁殖中で、ボーノくんとジャンちゃんは同じケージにいるので1個余ってましたので、これをね、こちらのケージをねモモマルくんのケージにしました。めちゃくちゃ広いでしょこれ。高さすんごいあるからね、もう超広々と遊べるようになってます。このケージね、この大きさで5000円ぐらいとかですからね、アマゾンで購入したの。今ちょっとだけ値上げしてるかな。でもさ、モモンガもさ、高さ必要だしさ、本当にモモンガや鳥にはね、めちゃくちゃコスパも良くって、広くっていいよね。まあ、ノンストレス。ノンストレスになりそう。これはモモンガがもともと使ってたおもちゃ。ももまるくんも使ってます、たまに。ね、ももまるくんはんや。じゃーんと。まだね、そこまで慣れてはくれないけど、触らせてくれたりとかね。最近元気にめちゃくちゃ泣いてます。ね。はい、ももまる、どうした？不思議だね。はーい。まあ、これだけ広いね、とこだったら、ストレスもね、そこまでかからないかなと思います。はい、ももまる。ももまる。すんごいおしゃべりなのよ。最近の動画でもね、ギリタの騒音被害にプラスされたももまるくんも、ドラムと声が一緒にね、BGM になってますね、最近は。このケージもさ、1、2、3、4、5、6と、合計6個あるからね、本当にコスパ良くって使いやすい。ここもさ、こう引き出しタイプになってるからさ、使いやすいし。ね。あ、そうだ、これあげようか。稲穂、泡の穂か。取られたでいいか。はい。こういうのはね、こう刺しとくといいんだよね。小松菜とかもだけど、なんかめちゃくちゃ落ちてる。よし、こんな感じで刺しときましょう。そのうち食べに来るかな。相変わらずね、普通のカラケーのご飯にペレット入れて、あとは野菜とか果物とかたまに入れたりとかしてます。今日ビタミン剤入れてないからね、ビタミン剤入れなくちゃ。今の落ちた泡の方が、あ、早速食べてるねやっぱみんな鳥さんこれ好きだよね、泡の方。すごいボロボロだな。いやー、ご飯の中に置けばよかったか。よし、いいとこに置けたぞ。お、滑る？大丈夫？お、
ごめんごめん、滑ったね。モマルはね、肩に乗るのが好きなんだよね。モマル。ねえ、モモマル。ちょっとふっくらしてきたかね。ちょっと太ってきた？うん？モモマル。モモマル。モモマル。あれ？モモマルだ。モモマルだ。モモマルだ。ほら。ほら見て。ほら、モモマルがいるよ。なんでだろうね。ねえ、どうした？なんだろうね。誰だろうね、これね。モモマル。誰だ？誰だ？誰だと思う？もう誰だ？ほら、誰だ？誰だ？誰だ？誰でちゃう？誰でちゃう？もまるくん、気になるね。どうした？気になるね。誰って？モモマルだよ。モモマル。モモマルだよ。かわいいね。暖かくなってきた、モモマル。おしゅし。モモマルのおしゅし。モモマルくんね、元気にすくすく育ってますので、今後もね、モモマルくんの成長をお楽しみに。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ、モモマルおやすみなさい。寝るときはね、こちらの布をかけてあげますね。モモがたんだって、おろしたいからね。よいしょ。